ぐらいの概念になって頑張れる気持ちがあるなっていうのがすごい大切だなと思います。でも自分もみんなと同じ渋谷にいて、やっぱり自分がサッカーしてる時間に他の友達が友達同士で遊んでたり、まあ、正直それがすごい羨ましいと思うこともありましたけど、まあ、その時間だったからこそ今こうやってサッカー選手になってサッカー続けられたりとか、まあ、みんなの前でこうやってお話しさせてもらえてたかなっていうふうに思うので、まあ、すごいいい時間だったなと思います。そう、夢がないあるっていうのは本当にどっちがいいのかなって、本当にこれから皆さんは見せていくと思いますし、まあ、今、やりたい夢がある人も、変わっていくかもしれないし、まあ、そういう、全然、ないことに対して、何か、マイナスに思うこともないと思って、それは皆さんに話をしていただきたいと思います。皆さんと同じぐらいの人は、さっきも話したけど、まあ、あんまり夢もなくて、普通の、そこからでもこうやってまあ見つけた夢を叶えることができると思うので、皆さんにはすごくこれから可能性があると思うので頑張ってほしいです。本当に家族とか周りの方々にすごく助けてもらったなっていうふうに僕は思って、まさに思いましたけど、こう何かしてもらった時にありがとうって言えるとか、まあ、そういう小さなことをすごく大切にしてほしいなって思います。試合中はどんな気持ちで臨んでいるんですか？絶対試合に勝つっていう強い気持ちだったり、あとはこうあまり深く考えすぎずに日々の練習でやってきたことを試合に出すことしてやります。自分が思っている今サッカー選手で好きな選手は、徳島のですね、西矢を見かけるすごい選手で、こうすごく上手いんですよ。上手いのに誰よりも努力をしてて、誰よりもこうサッカーのことを考える人で、本当にずっと僕は6年間ぐらい一緒に参加してるんですけど、本当にずっと背中を追いかけて、あの人が言ったからここまで取れてると思うので、もうすごい僕は憧れの選手というか好きな選手です。サッカー選手になろうと思った時にどんなサッカー選手になるのか。やっぱり自分のプレーを見て、家族だったり友人だったり見に来てくれたサポーターの方々が楽しい時間をもらえるようなサッカー選手になりたいなっていうふうに思いました。サッカー選手、今度は僕らになりたいなっていうふうには、その時は思ってて、今それは叶えられてないんですけど、その強い気持ちが今になっては大事だったかなというふうに思って、僕たちは今回以上になってやるっていう気持ちは持ってました。
選手ほどいっぱい練習するけど、その分いっぱい失敗してる。いっぱい練習するから、ね、なのでみんなも、ね、失敗を恐れずに、ね、失敗は恥ずかしいことじゃない。やらないことが恥ずかしい。だから今からちょっとみんな練習しよう。ちょっとだけ、ちょっとだけ。Okay. はい、じゃあ一人ボール1球持って、すごい子供たちと楽しい時間を過ごせて、すごい自分自身にとってもいい経験になったなっていうふうに思います。本当にこう、まあ、純粋さがすごい可愛らしかったですし、まあ本当に4年生とは思えないぐらいしっかり話も聞いてくださいますし、で楽しむときは全力で楽しんでくださって、すごい本当に楽しかったです。今日実際にこう、まあたくさん話したり遊んだ子供たちが、まあ、自分の活躍を見たら絶対にまた喜んでくれると思うので、まあ、そういう今日の子供たちだったり、まあ、普段感謝、お世話になってる方だったり、自分が感謝してる方にいいプレーを届けられるように頑張りたいなっていうふうに思います。そうですね、すごい子供たちが元気いっぱいで、すごくパワーもらいましたね、はい、こう伝わったかは分かんないんですけど、まあありのままの僕は思っていることを話せたので、まあ、少しでも伝わっていればいいかなというふうに考えます、はい。まあ、すごい話を聞くときはすごい真面目に聞いてくれて、メモ取ったりもして、で遊ぶときはすごい全力で遊んでくれたんで、本当にそのまま、すごい元気よくこれから育ってほしいなというふうに思います。